ハリスコドロガメは、ドロガメかドロガメ族に分類されるカメメキシコ固有種最大高長15.7センチメートル。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも高長12.7センチメートル。背高は扁平で、上から見ると卵型。C カンパンとアバラカンパンにあまり発達しない筋状の盛り上がりがある。第一シ C カンパンは、 第二年甲板に接しないことが多い。廃坑の色彩は緑褐色や褐色で甲板の継ぎ目に沿って暗色の反紋が入る個体もいる。液化甲板と素形甲板は接する。復興は小型。蝶子外は発達するが、復興版と股甲板の継ぎ目より後方の復興が小型なため後足を収納しても隙間ができる。復興の色彩は黄色や褐色。 上顎の先端は針状になる。胞子の内側には大型の鱗はない。尾の先端には大型の針状の鱗がある。卵は長径2.9から3.7センチメートル。短径1.7から1.8センチメートル。オスは紅葉が小型で逆に頭部は大型。形態から族内ではオアハカドロガメやサラドロガメに最も禁煙とされる。 水生植物の繁茂する、地消等に生息する。植生は雑食で、昆虫類、甲殻類、貝類、水生植物、デトライタス等を食べる。繁殖形態は卵生。飼育下では1回に2から5個の卵を産んだ例がある。野生下では、校長10センチメートルほどで、生成熟するとされる。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。 メキシコ国内に分布する爬虫類の輸出が法律により厳しく制限されているため流通は極めて稀。ありがとうございます。